この裁判は九州の建設労働者と遺族65人が建材に含まれていたアスベストを吸い込み肺がんや中皮腫などになったとして建材メーカー16社に1人当たり3850万円の損害賠償を求めたものです。今日福岡地裁の上田博之裁判長は一部の企業について赤面関連疾患に罹患する危険性を具体的に予見することができたなどと指摘、その上で企業5社に対し原告55人に合わせておよそ1億5000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。私たちの社会全体で建材メーカーに対しこのような逃げ得が許されないことを明確に突きつけていかなければならない。一方で当時の作業場所などによって原告の一部は敗訴していて原告団は控訴する方針です。